はい、皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、高橋みともです。はい、今回の、郵送地は36話の感想ですが、ざっくり言いますが、とわくんが奮闘した回だなぁと思いました。以上です。ご視聴ありがとうございました。